ヒバりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、っと、SDGs、本当の SDGs をしっかり考えると。なんかヨーロッパ言ったから SDGs とかなんか言うと、バッチをつけると。いうの嫌ですね。やっぱり日本人の誇りとして、まあ、一流企業のちゃんとした人がバッチをつけてるのを見るとですね、私はちょっと情けない感じがします。ところで、今度3回目ですね。一応、 今後 ITAI を中心にしてどんどん社会が変わっていくので、まあだいたい今から75年先まではね、もう持続性なんて言ってるんじゃなくて、もっと改革をしていくということによって持続性というものは本当は関係ないんだっていうことが多分実証されてしまうでしょうと。ですから現在持続性なんてやってね、例えばなんか木材を燃料にするとかですね、 そういう後ろ向きのことをやってる人は全部人生を損すると思いますのでね。そこをじっくりと考えていただきたいと思います。温暖化対策もそうですね。ところで今日は少し歴史に帰りまして、この持続性の哲学の原理原則ですね。それを少し考えてみたいと思います。つまり、今までの歴史というのはどのように変わってきたか。持続性というのは一体歴史上どう考えられるのかと。 いうことを私ですからどうしても若干技術面に偏るんですけども、まあ、それで考えてみたいと思います。まず第一回は家庭の、家庭というものですね。まあ、育児って言ってもいいんですけども、まあ、人間にとってですね、えー、次世代というのは非常に重要なんですね。まあ、前の世代も大切なんですよ。前の世代が大切なのはおばあちゃんおじいちゃん、お父さんお母さんがいなければ私たちいないんですからね、お <laughs> と。だからもう、 ご先祖様が大切なのはもう言うまでもありません。ただ、我々はですね、やっぱり自分たちの子供、自分たちの孫がいるということを前提に生きてるんですね。僕よく言うのは、新幹線を我々が作るのは、我々に子供たちがいるからだと。まあちょっとこれはね、言い方が変だと言えば変なんですけども、本当って言えば本当なんですよ。つまり、我々が社会を少しずつ進歩させたり、まあ持続性を考えたりするのは、我々の世代で、 人間が全部終わらないということが一大原則なんですね。ですから我々は改善しようとしたり、良くしようとしたりするわけですね。ですから、まあ一番いけないのがですね、例えば男と女の問題を考えるなんて一番くだらないんですね。男と女ってのはやっぱり次世代を作るために存在するというもんなんで、男の権利と女の権利なんていうのを議論してもあまり意味がないんですね。また、 女性の方が劣ってるっていうのはこれヨーロッパの考え方で日本の方はアマテラス大神を見ればわかるように女性の方が優れているっていうのが日本文明ですのでねその点で日本人はそこのところで議論が割れないようにしたいと思いますねただ戦争が打ち続いたまああの戦国時代からまあ、えー、この前の戦争まではねやっぱり戦争が打ち続いたんで見かけ上ですね まあ戦争に行くのが男性で、まあ戦場で死にますんでね。常に男性の方が早く死に、男性の方が人口が少ないっていう中で、えー、どういう社会が作られるのかということと、まあ、戦争が終わってもうね、この前70年つったら、またケッチつけられましてね、79年だからもう80年と言えと言われたんですけど、まあ、戦争が終わるつったってですね、1945年にパタッと終わるわけじゃなくて、 やはり戦後っていうのはまあ戦争中と似たようなもんで、まあ B20 は飛んできませんが、あの焼け野原から立ち上げていく。日本が独立する1950年ぐらいまではまあ戦争なんでしょうね。まあしかし、そういうつまんないことで議論がボケて、それで我々の幸福が逃げていくんですよ、実は。本当にね、この世の中っていうのは細かいことに気を取られると幸福が逃げていきます。 そこのところをね、まあ、よく考えてもらいたいと思いますね。で、今日は生活という点ではですね、まあ、二つの典型的な写真と絵を、一つの絵を出しました。えっ、ー、と、この絵は、女の人がですね、おっぱいでイノシシの子供におっぱいやってたり、子供を抱えたりしてる図は、大昔の図のように思いますけども、これはですね、そうですね、40年ぐらい前にピュリッチャーショーっていうね、写真のショーがあるんです。世界的なショーがあるんですけど、それに、 なった賞なんですね。つまりこれは、確かアマゾンかなんかのですね、人たちの図なんですね。まあこの図の、この写真は非常にいろんなことを考えさせられますので、さすがプリッツァ賞ですけどね。現在でも世界で、女の人が裸で、おっぱいを、のお乳をイノシシにやったり、子供を抱えたりして、本当にこう自然の中で生活してる。だけども当人の女の人から見ればね、随分大変ですよ。お乳をイノシシの子供にあげてね。 そして裸の子供を抱えながら病気なんかもあるし、育児をやるっていうのはね、それは大変なことですね。まあだからこの絵はまあ、自然と人間との関係の原点は何かという点で我々に考えさせるという意味がありますけどね。もちろんそれで写真の芸術性とは高まってるんですけども。だけど同時にですね、やはり人間はこれではちょっと辛いなということも同時に感じられる写真としてまあ価値があると思いますね。 これは大昔の図ではありませんが、まあ大昔というものがある断面で描かれている現代の写真ということになりますね。それでまあ現代のあのお母さんと子供はどうかって言いますと、まあ現代の写真を一部拝借いたしました。食卓で赤ちゃんがニコニコ笑ってね、お母さんがいいわね、美味しいつってね、食べさせている。まあこれが現代の標準的なまあ赤ちゃんとお母さんの関係でしょうね。